どうもハンサムクロジです。深夜の飯テロのコーナー。まあ、夜遅いんでね、ちょっと小さい声で静かにやっていきましょう。ね、今日はですね、セブンイレブンの、セブンイレブンといえばもう僕の中でドリアですから、いろんなドリアを紹介していきましょう。チキンカレードリア、ハンバーグカレードリア。で、今日はこれです。ふわとろ卵のチーズオム焼きドリア。絶対うまいでしょ。オムドリア、オムレツが乗っかってて、でデミグラスソースのドリアだそうです。これ新発売です。まだねハンバーグカレードリア売ってるんですけど、これもね新しく出てました。チンしていきます。チンしてきました。開けよう開けよう。めっちゃうまそう。ビョビョーン。前はカレーだったんですけどね、このソースのところが。今回デミグラスソースですから。いただきます。よし、いくぞ。どういこう、こうか。おー、なんだ、うわ、とろっとなってる。ちょっと端っこの方ですけど、いただきます。熱いけど、まあ、これはいい。でも最近寒いじゃないですか。これ温まる系はいいですね。ああ、美味しい。ちょっと卵のところも食べてみる。本当だ、すごい。オムレツの中がトロトロ、ふわトロオムレツになってます。オムレツの中がすっごいトロっとしてて、卵感がちゃんと感じれますね。あっち、不思議ですよね。レンジで4分チンしてるのに、卵の中がトロトロのままって、これコンビニ七不思議の一つですよね。ちょっと怖いなって思いますよね、こういう時にね。あ、コンビニの飯ってな、普通の科学じゃ説明できないこと起きてるみたいな、うん、でも美味しい。あと6つは調査中です。美味しい。でもお肉とかエビとかね、いうのは入ってないっぽい。タンパク源は卵だけって感じですね。あとチーズか。卵苦手な人は結構辛いな。僕は大好きなんで美味しいです。あー、チーズのとこめっちゃうまい。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ええ、大変美味しかったんですが、まあそういうお肉とか魚介っていうのがね入ってないっていうのがちょっとね残念なポイントでありますよね。まあ味自体美味しい。脂っこいのは今日はいいです。でもドリア食べたいみたいな時はすげえいいと思います。ハンバーグとか肉汁すごいですから、そういうのはないんで。卵も栄養満点ですね。カレーのソースちょっと濃い感じがして苦手だけど、デミグラスソースだったら食べれるわみたいな人にもいいんじゃないかなと思いました。まあ点数で言うと7ハンサムです。まあ、肉がないってことですね。それに尽きると思います。僕肉入ってると思ってたんですよ、これ。肉入ってたら10ですね。エビでもいいです。イカとか。ちなみにですね、カロリーが551キロカロリーで、前のハンバーグドリアは777キロカロリーで、チキンカレードリアは693キロカロリーだったんで、それらより結構低めなんでね、女性の方はカロリー気になるな、でもドリア食べたいなみたいな時には、他のに比べたらいいかもしれないですね。次はデザートだ。家にあったただのアイス、バニラ。ローソンで売ってるやつで、バニラとチョコ2種の味わい、カップアイスってやつですね。これこちらです。熱いの食べた後はね、冷たいの食べたくなるんだよな。うん、あ、普通のバニラ、あの氷のシャリシャリ感がない層みたいなね感じですね。これ食べるの難しい。変な食べ方になる。パクッと食べたいんだけど、これ木のスプーンがダメなんだろうな。なんで木のスプーンにしてったんだろう。ちょっとさそっとじゃこのアイスクリームが木のスプーンから剥がれないですよね。うん、溶けてきたら食べやすいわ。アイスクリームごちそうさまでした。ごはんさま、普通のアイスです。ふわとろ卵のチーズ焼きオムドリア、購入してみてはいかがでしょうか。あ、そうだ、ついでなんですけど、あの皆さんね、チャージが違うっ
ておっしゃってますね、皆さん。これは違うジャージですよ。見える人にしかこう白い線が見えないジャージとかではないですよ。ここに思春期っても書いてないし。なので詳しくこのジャージについて知りたい方は概要欄にサブチャンネル的なものでこのジャージを紹介した回があったので、そちらを貼っときますので、よかったら見てください。というわけで、以上深夜のハンサムクロージーでした。バイバーイ。バイバーイ。